私も大人になったでしょう。あなたはいい人できたでしょうね。お茶だけのつもりが時の経つのも忘れさせ、別れづらくなりそうでなんだか怖い。それじゃあさよなら元気でと冷たく背中を向けたけど、今でも本当は好きなのとつぶやいてみる。もう一度もう一度もう一度巡り会いたいね。もう一度もう一度